騒がしいわね。レディの部屋に入るときはノックぐらいしなさいよ。で、一体何の用？何って、だからパステルを助けに。はあ？何それ？それじゃあ私がパステルちゃんを誘拐したみたいじゃないの。違うの？違うわよ、失礼ね。まあ似たようなもんだけど。違うってば。ちょっとパステルちゃんと昔話に花を咲かせてただけじゃない。昔話って、お前たちいくつだよ。こらこら、レディに歳を聞くなんてマナーが悪いぞ。あー、もうどうでもいいや。パステル行こう。あ、うん。ダメよパステルちゃん、せっかく王子様が助けに来てくれたんだから、おとなしく捕まっててくれないと。結局それかよ。いいじゃない、何の役にも立たないパステルちゃんなんていなくても。なんならこのチクリドリと交換する？うわ、そんな変な鳥いらないって。弱々。じゃあどうしてパステルちゃんの方がいいのかしら。だってパステルは友達なんだから仕方ないじゃん。へえ。仕方ないってのがちょっと引っかかるんだけど。そりゃ確かにいつも背中にくっついてるだけのお荷物だけどさ。だいたいくっつかれてるだけでも重いのに、時々居眠りしててよだれ垂らすしさ。この前なんかずっとギリ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 歯ぎしりしてたし。そのうちおねしょとかするんじゃないかってヒヤヒヤもんだよ。しないわよ。でも俺はパステルは友達だと思ってるから、役に立つとか立たないとかそんなことどうでもいいんだよ。ピクセル。はあ、つまんない茶番はもう済んだかしら。じゃあそろそろ負けちゃってくれない？結局バトルするんなら初めからそうしてよ。なるほどね。